皆さんこんにちは、聴取の近藤でございます。昨日はですね、土曜日で仕事が何件かあって、夜ちょっとまた原稿をやりました。で今日は日曜日で朝から来て、また文章を書いてます。で何を書いてるかっていうのをちょっと皆さんとね、ちょっともうなんかちょっと疲れてきたのでシェアしていきたいなと思うんですけども、載せるのはこれです。司法書士会連合会が出してるこのね、論文とかがいっぱい載ってるものがね、シンクっていうやつが年に1回出るんですよ。で来年の号にね、文章書けっていうことで、でテーマは遺産分割の仲介っていうテーマなんです。多分ね、何それって思われる方多いと思うんですけども、今ね、相続登記を促進しなきゃいけないっていうのは国家的課題になってるじゃないですか。この日本のね、20% の土地が相続登記されてないと。で広さにすると九州の広さを超えるぐらいのね、広さがの土地がね、放置されて相続登記がされてないっていうのが、やっぱり今国全体のね、抱えてる問題になってると。でそれを解決するためにね、もういろんなことがされてるんですけど、ついにね、相続登記を義務化するってことまでやりましたよね。で、何しろ登記の話なので、やっぱり我々司法書士がね、そこでどんだけ活躍できるかってことが、もう要は鍵になるんじゃないかっていうふうにね、言っていいんじゃないかと思うんですけども、そこで紛争があるわけじゃないと、別に争ってるわけじゃないんだけど、いろんなね、手続き上の問題だったりとか、誰もやろうって言い出さないとか、要はね、相続登記されてないのってその程度の話なんですよ。別にね、奪い合って争っててね、それが決着つかないっていうことよりは、そういうことの方が多分多いと思うんですね。そういうのを、我々司法書士がうまくね、間に入って相続人を裁いて、うまく名義を変えて、場合によっては国にね、返していくっていうようなことができたら、役に立つんじゃないかなっていう、そういう話なんです。ただね、遺産分割協議をするところに僕らが入っていくとですね、弁護士法違反の問題っていうのがどうしてもあるんですよ。でそれはね、逮捕ですからね、弁護士法違反になると逮捕されちゃうんですよ。だそんぐらいやっぱり怖いことなので、やっぱ慎重にやらなきゃいけないことだし、でもやっぱそういうことがあることによってね、司法書士が萎縮しちゃって、あんまり積極的に入っていかないっていうことになると、相続登記が促進っていうところにね、やっぱりあんまり良くないじゃないですか。でそこでね、僕らにもできることあるんじゃないかなっていうことをね、ちょっと書きたいなと思ってます。で一応2万字書くんですけど、今1万1000字ぐらい書いたので、あと9000字書いて、であとは少しね、整理をしたりとか、同業者の人にちょっと見てもらって、チェックしてもらったりとかってことをやっていこうと思うんですけど、結構ね、大変今日朝からやりに来てるんですけど、なかなか進まないですね。やっぱり1個書いたらまた調べてっていう風になってるんで、なかなか進まないです。ちょっとね、もちろん僕が書きますって手を挙げて始めたことだから、文句言えないんですけど、ちょっとね、やっぱこういうのって本当始めるとね、しんどいですね。本書くてとか書いた時もね、やっぱり決まると嬉しいんですよ、やったって思うんですけど、書き始めるとね、大変だなっていう感じ、みんなそうなんですかね、わかんないけど、そんな感じです。で今ね、パスタ食べてきて、またこれから、今ね、3時半なので、夜までゆっちりやって、とりあえずね、今日全体的なところまでざっくり終わらせちゃおうかなというふうに思ってます。遺産分割の仲介ね、弁護士の先生とかもこれ多分ご覧になっている方いらっしゃると思うんですけど、意見があったらぜひね、コメントにヒントをいただければなというふうに思います。また執筆に戻りたいと思います。この動画気に入ったって方は、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。